こんにちは。芥川龍之介作「コナンの扇」の7回目最終回をお送りします。丹は玉蘭の北野を見るとまた僕をそっちのけに彼女に愛嬌を振りまき出した彼女は外交に眺めるよりも幾分かは美しいのに違いなかった。 少なくとも彼女の笑うたびにエナメルのように歯の光るのは見事だったのに違いなかったしかし僕はその花見におのずからリスを思い出したリスは今でも相変わらず赤いサラサの切れを下げたガラス窓に近い鳥籠の中に2匹とも滑らかに上下していた。 じゃあ一つこれをどうだタンはビスケットを折ってみせたビスケットは折り口も同じ色だった「バカを言え」僕はもちろん首を振ったタンは大声に笑ってから今度は隣の林大峡へビスケットの一片を進めようとした。 太京はちょっと顔をしかめ斜めに彼の手を押し戻した彼は同じ冗談を何人かの芸者と繰り返したがそのうちにいつの間にかやはり愛想のいい顔をしたまま身動きもしない玉蘭の前へ褐色の一片を突きつけていた僕はちょっとそのビスケットの匂いだけ嗅いでみたい誘惑を感じた。 おい、僕にもそれを見せてくれうんこっちにまだ半分ある」。タンはほとんど左利きのように残りの一辺を投げて起こした僕は小皿や箸の間からその一辺を拾い上げたけれどもせっかく拾い上げると急に嗅いでみる気もなくなったから黙ってテーブルの下へ落としてしまった。 すると玉南はタンの顔を見つめ二言三言問答をしたそれからビスケットを受け取った後彼女を見守った一座を相手に早口に何かしゃべり出した「どうだ通訳しようか」タンはテーブルに頬杖をつきそろそろろ列の怪しい下に高木へ話しかけた「うん。 通訳してくれ。「いいか筑語訳だよ」「私は喜んで私の愛する香労やの血を味わいます」「僕は体の震えるのを感じた」「それは僕の膝を押さえた元宝の手の震えるのだった」 あなた方もどうか私のようにあなた方の愛する人を玉蘭は単の言葉のうちにいつかもう美しい葉にビスケットの一片を噛み始めていた「僕は三泊の予定通り5月19日の午後5時頃」。 前と同じ原稿丸の甲板の欄干に寄りかかっていた白壁や瓦屋根を積み上げた調査は何か僕には不気味だったそれは次第に迫ってくる母食の影響に違いなかった僕は葉巻を加えたまま何度もあの愛嬌のいい歎永年の顔を思い出したが タンは何のためか僕の見送りには立たなかった。玄光丸の調査を発したのは確か7時か7時半だった。僕は食事を済ませた後、薄暗い泉室の伝統の下に僕の滞在費を計算し出した。僕の目の前には扇が一本、二尺に足りない机の外へ 桃色の房を垂らしていたこの扇は僕のここへ来る前に誰かの置き忘れていったものだった僕は鉛筆を動かしながら時々また丹の顔を思い出した彼の玉乱を苦しめた理由ははっきりとは僕にも分からなかったしかし僕の滞在費は 僕は未だに覚えている。日本の金に換算するとちょうど12円50銭だったこれで芥川龍之介作「コナンの扇」は終了ですありがとうございました。